はい、スタート回しで OK 出ました。本日の最終レースになりますね。よろしいでしょうか。フォーミュラクラス決勝 A メイン10分レース、スタート合図入ります。はい、綺麗なスタートです。さすがは決勝 A メイン。さあトップはこれやっぱり鈴木選手ですね。グッドワークのカラーリング、今放送的に前を通過してきましたね。鈴木選手はね、本当に何事もなければもういっちゃいますよね、そのままね。このぐらいの腕を持っています。全車2周クリアです。さすがにトップのフットワークカラーの鈴木選手、2番手今3秒差、3周で3秒差つけてる、1周1秒差をつけてる結果になりますよね。早い。さあ2番手以下は団子状態。今トップが放送席前を通過しまして、あとの、ね、5台が今2番手以下になりますね。マクラーレン、そしてスーパーアグリ、マルボロマクラーレン、マルボロベンソーと続いてますね。1分経過です。残り9分です。さあ鈴木選手トップの、こちらフットワーク、おっと1台転倒、ホームストレート、これはどうだろう。ちょっと痛い転倒でしたね。これはね、グリーンのフラッグをつけてますね。これは山下選手のがちょっと、あ、山坂選手かな、山坂選手、痛い転倒がありました。さあトップ鈴木選手で今10周目に入った。2番手はどうだ、森川選手2番手、3番手西島選手、中原選手が4番手、1位と2位の差また広がって 4.27 秒差。それもそのあと鈴木選手ベストラップ10秒台に入っている、10秒96をマーク。2分経過で残り8分です。さあね、昔懐かしいね、鈴木アグリが乗っていたというね、フットワークだと思いますかね。こちら今放送する前を通過しました。こちらが今トップの鈴木選手。さあ2番手はどうだ、2番手は何色かな、マクラーレンかな、シルバーとオレンジのマクラーレンが2番手でしょう。黄色いフラッグをつけた森川選手、3番手がコーンのフラッグをつけました西島選手。西島選手は昔懐かしいね、マルボロかな、おっと変わった。ここでね、ピンクのフラッグ、中原選手が今2番手に浮上。中原選手はスーパーアグリのカラーリング、お、こう考えるとね、スーパーアグリが乗って、鈴木アグリが乗りましたマシンが1位3位ということになってますね。3分経過です。残り7分です。さあ B メインから勝ち上がってきました。スーパーアグリのカラーリング、中原選手3番手に浮上しています。さあトップの鈴木選手はどんどん周回遅れを作ろうかといったところ、ハイペースです。トップは今ストレートからインフィールドに向かっている白とオレンジのフットワークカラー鈴木選手、そして2番手はシルバーとオレンジの黄色いフラッグをつけました森川選手、3番手がスーパーアグリのカラーリング、白と赤のカラーリングね、ピンクのフラッグをつけました中原選手が3番手、お、そしてマルボロメンソルカラー、実際には絶対なかったカラー山下選手が4番手以下、西島選手、長坂選手と続いています。4分経過です。残り6分。さあ憎らしいほど強い鈴木選手、安定したラップ、もう鈴木選手普通に11秒台終盤で回ってますね。さあ問題はフォーミュラーなんですがね、車重がちょっと他のマシンに比べると重いんですね、少しね。10分までね、電池がおそらくだんだん垂れてくると思います。そうすると皆さんペースが変わってくると思いますがね、どうなるでしょうかね。4分30秒経過、お、中原選手2番手に上がりましたよ。さあスーパーアグリのカラーリング、
中村選手2番手に浮上。これで鈴木アプリが乗った F1 が2台ワンツーということになりましたね。3番手に西島選手浮上。トップのフラッグをつけた、これはなんだ、丸ごろ